リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、まず皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらフォローお願いいたします。はい、ということで今日はですね、シェピーさんです。シェピーさんのね、あのいいご飯動画が撮れそうだったので撮影始めました。今まあここにご飯置いてるんですけど、この子ですね、ピンセットパチパチやるともう気づいてくるんですね。で今来てるので餌あげをねしている状態になります。いやでかくなりましたね、本当に。もうとっとねこうやるだけで来るようになりました。で今パチパチパチってやった後ではあったんですけど、もう来た後なんですけどね、動画を撮っておりました。で、あんまりご飯あげすぎると太っちゃうっていうのもね、結構気にしていて、ちょっとここは皮がね、余ってる部分があると思うんですけれども、あのお腹がね、あまりあのパンパンに太らないように気をつけながら飼育をしております。週に2回ですかね、今あげてるご飯は、週に2回10粒ぐらい、このモニターフィードというね、あの人工飼料をあげてます。高タンパク低脂肪っていう感じですね。であんまりね、あのしょっちゅうあげすぎるとやっぱ太っちゃうので、最近ちょっと1回絞ったんですよ、この子。あの、まあ、まだ成長途中だからもっと食べさせればいいのにっていう方もいるとは思うんですけれども、成長途中のタイミングでね、あげすぎて太りすぎても大変なので、私はこんな感じにしてます。こんな終わり。まあね、あの体調自体も悪くはないので、こんな感じで上げております。気になってまた口の周りをフキフキするね。一応ね、近いうちにこの子の体重測定もねまたするんですけれども、近いうちにっていうか毎月1回やってるんですけど、次は12月の末かな、12月の初めかに取るとは思うんですけれども、その時に成長記録を取っていきたいと思います。そしてもうご飯食べて満足したから帰っていったね。ハンモック乗ってくれるかなと思ってね、あんな感じで作ったんですけれども、あの乗んないですね、ほとんどね。乗って寝てるのあんまり見ないですね。一応ハンモックのあの上にヒーティングトップって言って、上から温めるタイプのね、あのヒーターもつけてるんですよ、上に。あの温度計の裏ですね、つけてるんですけども、まあ乗ってることはあんまりないかな。だいたいあの床置き の犬猫用のねヒーターの上に、犬猫やとか、まあ、犬猫向けのヒーターねの上に寝て、ハンモックは上からかぶってます。まあなんかそれが気持ちいいみたいです、かあの彼女はね。多分そんな感じで、日はここのバスキングスポットで、太陽光はここにバスキングのライトを置いてますけれども、あの網に直接置いてるんで、まあ、そんな感じでね、あったかくしておりますね。いやー、いい感じに成長ちゃんとしてますね。ただこの子をお迎えした時に他にあと2匹いたんですよ。でその2匹の子も他の飼育者さんのところに行ったりとかねしてたりするんですけども、この間ちょっと見たらですね、うちの子がでかすぎるっていうね。他の子はねまだね結構手のひらサイズですね、手に乗っかるぐらいのサイズで、生きていて、なかなかなんか成長速度はその子その子によって違うんだなっていうのをまがまがと感じましたね。なんかあるんでしょうかね、まあ、揚げてる餌とかにもよるっていうのもね聞いたことはありますけれども、なんかあるのかなと思いながら過ごしております。シェフィーさん完全に寝たね、ご飯
余は満足じゃという状態で出たんだと思います。はいっていうだけのね、本日はシェフィーさんの食事動画。最近シェフィーさんね、カチカチカチとやってくるんで、それが可愛くてついつい撮ってしまいました。はい、本日はこんな感じになります。もしよろしければチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方もフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、ミントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。